我々は使うもの原型で一緒です。で今ですね、主役瓶の蓋を開けました。でこれからですね、多分右手と左手で全然別のことをすると思います。で左手はですね、マイクロチューブと呼ばれる、これ試験管の代わりにするものですけど、それをですね、人間が使うオープナーを使って、丁寧に開けました。で左手はこれがピペットと呼ばれているものですね。ピペット同類のピペットがこれです。でこれをですね、右手と左手で操作して主役を分注します。で本来は人間はですね、親指を使ってやるんですけども、残念ながら彼には親指がありませんので、左手でプランジャーを操作していますが、人間の熟練者の押し引き、タイミング、加速度は完璧にマスターしていて、溶媒の粘度、それからディスペンスするボリュームに合わせて一番最適な動きで、プッシュして操作する。それからチップの先をですね、よく見ていただく、次回見ていただきたいと思うんですけども、残差を残さない、あるいは壁に使わせるといった細かいテクニックがたくさんあるんですけど、そういうものをですね、きちんと、マスターしております。でこれからですね、彼多分ボルテ